ばんは。5月9日の火曜日の木曜日を担当します、神奈川さやと申します。よろしくお願いします。お願いします。皆さん今日は何をしておりましたか？あ、ちょっと私今日、そうだ、最初に皆さんに言わなきゃいけないことがあってあのね、今日の朝ね、今日は前髪作ろうってずっと思ってたんですね。で、前髪をいざ下ろしてみたらめっちゃ長くて、もうなんか普通にここら辺まであったから、なんか今日すぐに美容室行けないしなと思って、自分で切ったらめっちゃ切っちゃいましたすんごい量多くなっちゃった。そうっていうね、しかもライブがさ、もう来週に迫ってきてるにもかかわらず前髪切っちゃったからメイクさんに怒られそうちゃんと言っちゃおう。もうそう、うまいよね。確かにうまいかも。そんな気にせずに切ってたけど結構うまいかも。そうなんですよ、もう朝結構時間ないのに頑張って前髪切ってて、チョキチョキとこう思ってこう切ってましたそうなのよ。しても切った後にさ、切りすぎたって思って、でもまあいいんじゃないかなって思いました。ワンちゃんライブでもいけそうな前髪が作れちゃいました。そうなんですよ。ほら出たよ、前髪作り出すとさ、いつもそうやってる人より、眉毛つながってるねって本当に初期の頃もずっと言われてた、眉毛つながってるって。それはあんまり女の子に言っちゃいけない言葉だよ気をつけな、最悪だよ本当に。もう前髪の方が好きって言ってくれる人がいる、嬉しい。あ、気にならん、本当嬉しいな。ゴリラのモノマネは弓木にしかできん。あれは本当に笑いましたね、面白すぎた。次の日も次の日もね、弓木がね、ちょっとね、なんか落ち込んでまでは言ってないけど、あれ放送されちゃったよとか言ってね、いやサヤはめっちゃ面白いから大好きだよって言ってお話ししてました。だってしょうがないじゃん、前髪がさ眉毛とつながってるように見えるって。そう、弓木すごいですよね、本当に面白すぎるいや会いたいよ、さやも、さやも会いたいよ。そう、怒んないでって言われた。怒んない怒んない、怒ってないですよ私まだこれで怒ってないのがやばいかよじゃあちょっと人怒りしたところで、まずは おにぎりじゃないや乃木曜日選手権をやっていきたいと思います。今週の競技はおしぼりどうぞです。おしぼりどうぞ、ね、よく使いますか、おしぼりは。ご飯とか食べる前に使えますよね、おしぼりね。はい、おしぼりどうぞです。まずはこのボックスの中にはね、おしぼりがたくさん入っています。今までで一番重たいです。ここに手を入れて一つかみでおしぼりを何本掴めるかを競います。週の中で最もたくさんのおしぼりを掴めたメンバーには素敵なプレゼントが贈られますとのことで、じゃあ私は今日見てくださってる皆さんにこのおしぼりを一個ずつ手渡ししていきたいと思います。それぐらい掴みますっていうことですこれにいっぱい入ってるんですけど、これ時間制限ないんだって。見せてみたいの？これです。これいけるかな。でも手がさ、あんまりさ大きいって言われたことないんですよね。だから指と指の間に挟めて取りたい。指と指の間に挟めて取るの頭良くない？指と指の間に挟めて、であとは手全体で掴みに行く。これ全部掴めそうですよ
大丈夫かな。もう全部つかめそう。いきます。はい、ほら見てすごいよ、めっちゃすごい。すごいすごいすごい。これは含めないですよね。落ちたやつ含めます。これやばない、片手にこんぐらいあるんだよ。じゃあ数えていきますね。まず1個目、2個目、あやばい、あもう分かんなくなる。2個目、じゃあ待ってください、もう一回数えるよ。ここ4個あります。分かる、4個、5個、6個、7個、8個、9個、10個、11個、12個、13個、14個、15個、16個、17個、18個、19個、20個、21個、22個、23個、24個、25個、26個、27個、28個、29個、29個、30本、30個、直近30個でした。すんごい大量に置いたら、もうこんぐらい、こんぐらいあります。結構いけたんじゃないかな。え、やり直し。おしぼりが穴を通らない大きさのため、蓋を取りました。そうです、これだとね、わかるかな、こうなっちゃうんですよ。だから蓋を取って取りました。え、やり直しっていうのは何なの。誰、手挙げて。今日蓋怒り目だよみんな。怒らすな。そう、じゃあ30個です、30個。はい、じゃないでしょ、本当に。そう、やばいね。でもさ、指と指の間に挟めるっていうのを初日でやってしまったから、次の人がねやってしまうんじゃないかな。あれ、どっちに名前書くんでしたっけ。こっちに名前書いて30本。30本、いい発想でしたよね。じゃん、1位です。暫定1位になりました、神奈川さやです。30本取りました、嬉しい。正直十何本で終わるのかなって思ってたけど、全然大丈夫だったみたいだね。イエイ、嬉しい。確かに38本が良かったね、サヤでちょっきりだもんね。知ってます、サヤっていうので、語呂合わせてサーとサヤ、サヤ、やめときます。あ、だだ、全通ね。ちょっとやめてよ、本当にね。もう最近さ、昨日もですけど、なんか北海道のマコマナイ積水ハイアイスアリーナって言いたかったんですけど、マコマナイの間を見た瞬間に幕張が出てきちゃって、なんか最近なんか間違いが多すぎて、多分私なんか起きてる気がする、頭に。ちょっとね、大丈夫かなって自分でも思っちゃうんですけどね。なんかもう自分を操作できなくなってきてますね、もう。なので皆さんちょっと見逃してくださいね、ずっとこれからも。そうだね、前からだよ、だって。それな、本当だよね。でも前となったのは滑舌はちょっと治りましたね。ねえ、そうですね、今回だけだぞ、ありがとうございます、嬉しいね。ねえ、みんなね、だってウケる、かわいいね、みんな嬉しい。
リングどこのですかね。あ、忘れた、もう一個あったんですけど、これはリカちゃんと一緒に、リカちゃんと一緒に食事しに行った時に、一緒に原宿に行ってアクセサリー買って、なんて言うんですかね、あのプリントシート、プリントシートっていうんですか、を取りました。そう、リカちゃんとね、結構なんか、なんだろうな、ここ、あ、もう一個あったんですよ、もう一個あったんだけど、さっき外しちゃってどこ行っちゃいましたね。そうです、あ、そうそうそう、いわゆるそれです、皆さん。原宿久しぶりに行きましたよ、私。リカちゃん、ちょっと待ってください、そこでね、あの二人で行ったんですけど、帽子とか何もせずに、あのマスクだけして行ったんですけど、まああんまりバレないだろうなって思ったら、あのリカちゃんが女の子に、佐藤リカさんですかって声かけられてるのを横で見てました。私はかけられてないけど。そう、なんか全然私バレないんですよ最近。そうなんですね。なんかそれで言うとね、前ファンの方の近くを通ったんですけど、気づいてもらえない時ありました。いつも身振りで話してくれてるのに。お、1万人ありがとうございます。皆さん1万人の方、確かにね、声かけていいんだろうかね。まあ別に私は嬉しいけどな。オーラ、オーラ多分消えてる。私オーラ消すの得意になってきたんですよ、本当に。いや、オーラとか持ってないですよ、でも私。ちょっと待ってください、めっちゃ私がオーラ持ってるみたいな雰囲気になってますけど、全然ないんですよね。そう。声かけづらいのか、そっか。そう、でもなんか忍び足で歩くのが得意になってきました。まああんまり外に出ないからですかね、結局は。そう、モデル歩きできないですよ私ね。忍者ですよ私、正直ポニーテールすれば忍者です。私忍び足で行きますね。え、ちょっと待ってくださいね、最近花粉症かなんなのか、すんごいくしゃみが出そうになる。めっちゃ止まんないの。そうなのよね、私本当にみんなに会いたい、会いたいけどさやから会いに行くことはできないんですよね。だから待ってるしかないんです。めっちゃ会いたいのにみんなに。花粉症とか言ってたけど、私正直正確に花粉症かわからないですけどね。何なのかね。そうなのよね。じゃあここで、時間がめっちゃ喋っちゃったみたいです。告知をしていきたいと思います。まず近々で言うと、今日の朝まずプチブランチさんで夢の国に行きまして、カキとその放送がされました。来週もプチブランチさんでの放送がありますので、ぜひ見てください。もうね、最高に楽しかったです、ディズニーランド。家族でゆっくりしてたんですけど、メンバーとは結構前、本当に初期ぐらいの時に一回、サクちゃんとかレイちゃんとかさやかとかあやちゃんとかと一緒に行ったきりだったんで、すごい楽しかったです。ぜひ皆さん一緒に行ってください、私とみんなで行きたい。続いて今週の、土曜日かな、土曜日ですね。土曜日
ドリームハックジャパン2023のスプラトゥーンの大会に出演します。こちらはですね、坂道対抗戦になっておりますので、乃木坂46、桜坂46さん、日向坂46さんと一緒に対決していきます。まあ絶賛練習中でしてね、今はね、昨日ですね、私夜結構やってたんですけど、10位来ました。パパパパーンってやって、あの最近はあの金の方に乗り換えまして、頑張っております。そう、金のあれいいですよね。ナイス押しながら、ナイス押してたまったらブワーってやつがめちゃ好きでやってます。はい、うん、そう、日向坂さんが結構強いらしいっていう噂はすごく耳にしているので、はい、そういう心持ちでいきたいと思います。頑張ります。はい、あ、そしてですね、まだありまして、あとは来週の17日と18日にアスカさんの卒業コンサートがあります。こちらは昨日発表されましたけど、配信もありますのでぜひ見てくださると嬉しいです。はい、そしてあの真夏の全国ツアー2023が開催されることが昨日決定いたしました。昨日決定はしてないですね。昨日告知させていただきました。今回の初日がですね、7月1日と7月2日なんですけど、そんなことないですね、7月1日が初日なんですけど、それがあの北海道のさっき言った、まこまない積水ハイムアイスアリーナになっております。いや嬉しいです、2年連続でね。だって去年だってさ、約9年ぶりぐらいでさ、北海道にライブしに行けて、私は初の札幌北海道でライブだったからめちゃめちゃに嬉しくて、あの最後の真夏さんの言葉、私は一生忘れないです。本当によく頑張った、もう本当に頑張ってよかったなって思いましたよ。だから今年もめっちゃ嬉しいです、あの行けることが。だからね、もうなんだろう、北海道のライブ初日なのでね、初日まで盛り上げれるように、初日をピークに持ってこれるように頑張りたいと思います。なんて言ったのって、どっからなんて言ったんだ。何よ、もう本当にダメだ。もう分かんないなら皆さん調べてみてください。多分どっかに載ってます。すいません、私の滑舌が悪くてね、申し訳ないです。はい、ぜひ当ててください。そうですよ、まず当てることからですもんね。ぜひぜひ来てくださると嬉しいです。どっかにあの公式の乃木坂の方の公式のホームページに載っております。はい、かなで OK っぽいぞ。じゃあまず宿題していこうかしら。じゃあ次に、前回の配信メンバーリリアさんからの宿題をやっていきたいと思います。じゃん、みんなをメロメロにするポーズをしてくださいとのことでして、ね、そんなの私は知らないんですよ。なんならあの、まあ、乃木坂46のメンバーが全員やったらメロメロになるけど、私だけはメロメロにならないっていう、なんかそういうのがあるんですよきっと。私がやってもみんなはなんかドキンってしないんですよねきっと。だからあんまり私からなんだろう、こういうポーズしたいっていうのはないんですけど、なんかないですか？メロモレって言っちゃった。メロメロですね。丸ポーズって何？丸ポーズだね。ゴリラって絶対ネタじゃん。ごめんね、でも弓木ネタとか言っちゃったけど今。何にしよう。投げキッス、投げキスしてみんな喜んでくれるのかな。ニャギね。出川ポーズってなんだ。猫耳。キツネ、ブリッコ。でもブリッコって何したらいいんですか。私もう初心に帰っちゃったみたい。ズッキュンね、ズッキュン私やっても刺さります。
論ね。両手に何これ、これ全部やっていけばいいんじゃない。したらもう誰なんかみんなの心に射止めるでしょじゃあまずね、はい、何ブリッジを絶対に見る。ピースね、ピース、はい、ピースピース、はい、次よ、はい、シュワ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 は、はい、次よ、にゃんにゃんさやちゃん、はい、次はさやりえる、はい、次は、ね、猫ポーズ。猫ポーズっていっぱいあるよね。はい、次はうっふんうっふん、はい、次はもやしめくもやし、どう、今で半分ぐらいは射止めてきてる、ちゃんと皆さんの心を。餃子ポーズって何。あ、キツネキツネ、コンコン次はさやパンチさやパンチ、はい、次は指ハート、次はナイキス、うーん、ま、はい、次は次は次は流れ作業やなんてみんなの心を射止めてるんだもん。クマクマちゃん、北海道ポーズ北海道ポーズ、っていうかこれ時間大丈夫そうまだ大丈夫だね、まだ大丈夫です。はい、次はあごグーしてください。グー、オッケーオッケーオッケー、いいねいいね、手招きおいで。はい、次はニワトリって何、合ってんのかな、分かんないやクラウド博士、てか私知ってます、昨日のあのこの紙に右下にクラウド博士書いたんですよ、めっちゃうまかった。ウィンクウィンクいつもやってるよね、ごめんなさいね。北海道弁話して、クジャクってなんだ、なんか こういうやつだ、クジャクだ、できたできた、陽明ミック、いいねいいね、あとなんだ、あ、ポー久保さんね、ポーね、カメハメハー、はいはいはい、シュウペイシュウペイさん、はい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 、じゃあ次は牛ってなんだ、あ、牛さんね、牛さん、はい、牛さん牛さん、はいはい、カマキリカマキリカマキリ、ガッツポーズガッツポーズいいですね、強そうだね。ウサギさんウサギさんね、はい、ウサギさん、キリンポーズはあんまりわからないでしょ、シャー、はい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 、なんだ次は何してんのって言われて、じゃあ今宿題してるんですよ、あの皆さんのことをメロメロにすることをしてて、今頑張って頑張ってやってるんですよ。でも全然皆さんの心を射止めてるのかわからないな、もうもはや、じゃあもうとりあえずここら辺で、まあ一応全員の心を打ち抜いたということで、宿題を出していきたいと思います。次回のメンバーは、まあ先から何度か会いましたけど、あのゴリラのモノマネで話題になった弓木奈緒さんでございます。なんか前回もさ、さやの次に奈緒ちゃんなった気がする。奈緒へ、どうしよう、何にしよう、何にしたらいいですか、皆さん宿題、弓木奈緒ちゃん何にしましょう。嬉しいね、嬉しいね、ゆめきが来てね、みんなね、ゆめきゆめきゆめきってね、嬉しいね、もっとゴリラになるね、可愛いポーズね、全力ゴリラね、やっぱりゴリラが多いですよね、やっぱそう来るとね。でも分かんない、新しいネタもねちょっとね期待しちゃいますもんね。プリティゴリラ、可愛いゴリラってことね、確かにね、私こんなにゴリラを発言したことないですよ今までで。一緒、嬉しいな、なんかそうだよね、セイのこと好きだよね、みんなね、嬉しい、ありがとうございますえー、今日のさやちょっと怖いって言われてる、これが普通だったらどうするんですか。じゃあ私のこと嫌いになっちゃいます、やだやだよ、絶対にやだよ、どうしよう、みんなゴリラの可愛いバージョン
声でかって言われた。私意外と声でかいんですよ。何でしょう。え、ゴリラって喜ぶのかな、なおちゃん。でもさ、まあ、やってみないと分かんないか。どうしよう。やんちゃんの真似。じゃあさやの真似か俺らのモノマネどっちがいいですか。皆さんせーのコメントしてください。え、やっぱやめた方がいい、ゴリラ。やっぱりやめてあげてって言われたんだけど、どうしたらいいかな。あ、なんかヤンちゃんのモノマネの方が多いか。え、てかほとんどヤンちゃんやん。誰、ゴリラって言った人誰。なんでこんなに少ないの逆に。あ、来た来た来た、ゴリラさんも来た。ゴリラさんも来たって面白いな。え、じゃあさやのモノマネにしよう。あるかな。でもさ、さやのモノマネってさ、誰もやってくんないってことはさ、せーのモノマネをしてにしましたね。まだこれだったらメンタル、あれだね、メンタルやられないんじゃないかな。どうなんだろう。いいね、せーだけ大好きだって。誰もやらないからやってほしい。何をだ、すごい。私も、私らもさやのモノマネできそうやね。だってやってほしい、やってほしい。え、っていうかさ、なおちゃんの家にいつ入れてくれるんですか。私何回もなおちゃん家に行きたいって言っても毎日断れる。私入っちゃダメなのかな。眉毛つなげませんよ。眉毛つながってるように見えないでしょ。じゃあ眉毛あげとくよ。怖いなこの顔。え、あと3分ですね。やったから、あとはまあまあまあいろんな話をして終わっていきたいと思いますよ。あと少しになっちゃいました。さやデッキンなのかな、もしかしたらね。なおちゃんちね、ワンチャンある。ちょっとみんな明日言ってください、なおちゃんに。なんでさやを入れてくんないのって。ぬいぐるみ近くにないんです。でもね、なんか増えてる、すごい。ぬいぐるみというものなのかわからないですけど、増えてます。はい、私汚すか、カーペット汚くするか。でももともとなんか汚れてるんでしょ。ケチャップだっけ。なんかついてるって言ってた気がするな。そう、家入ったら走り回りたいよ。さやも走り回るよ。なおちゃん家全部端から端まで走り抜けたい。ヒューヒュー。え、カメラ目線少ないんだってさや今日。でもさ、カメラこっちにあるじゃん。でもコメントこっちなの。だからカメラ見てるとコメント見れないよ。コメント見れない。めっちゃ今闇っぽく聞こえなかった、みんなに。最低だよ。そんなことないよ、絶対に。もうこうします、したらいいよね。そう、いや、スノボ行きたいです私も。ねえ、わかる、さえも悲しいよ、終わりたくないよ。コメント見なくていいの、やだよ。ゆみきちゃん家に呼んだら。あー、なるほどね。まだ私の家にメンバーを上がらせたことは一回もありません。みんなにおいでおいでって言ってるんですけどね。あ、やばい、なっちゃった、30分に。ということで、今日はパツッと終わります。乃木曜日の、次回の乃木曜日
配信時間は決まり次第ショールームで、公式ツイッターでお知らせします。それでは今日のお相手は神奈川さやでした。待ってください、あと30秒、あと30秒粘るありがとうございます。最後までちゃんとコメント見て帰りますよ。こっちね、カメラ見るよ。みんなありがとうね、楽しかったよ。じゃあね、みんなみんなバイバイ。ここに持ってこうあ、もうそろ終わります。バイバイ。さあ切るぞ。